天気がいいから散歩しましょう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 問題1問題1ではまず質問を聞いてください それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます番駅で女の人と駅員が話しています 女の人はこれからどうしますかすみません今乗ってきた電車に忘れ物しちゃったんです赤いカバンなんですけど今出た東京行きの電車ですねでは次の山川駅に電話してみますので少々お待ちくださいお客様 お荷物次の駅で見つかりましたそうですかよかったありがとうございますすぐ取りに行かれますかはいじゃあ山川駅の忘れ物センターに行ってください明日になりますと東京駅の忘れ物センターに移ってしまいますので気をつけてくださいねわかりましたありがとうございました 女の人はこれからどうしますか？二番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人は今から何をしますか？ ねえ、え十一時からの会議の準備どう？部屋の予約してある？うん、したよ。いつもと同じ十五人入る部屋だよね。え、今日の会議は二十人でしょう？えー、どうしよう。小さい会議室予約しちゃった。人数確認しなくちゃダメじゃない。すぐ事務所に行って大きい部屋に変えて。うん。あ、二十人だったらお弁当も足りない。大変。 お弁当屋さんに連絡して。会議室は私がやっとくから、うん、男の人は今から何をしますか 番男の学生と女の学生が話しています男の学生は今日から勉強する前に何をしますかああ試験が近いのに毎晩机に向かっても集中できなくて勉強が進まないんだいい方法ない机の上は片付いてる物が多いと集中しにくいからうん。 結構綺麗好きなんだよ。そう。えー、っと、私がいろいろやってみてよかったのは、体操。体動かすと気分切り替えるのに効果あるよ。なるほど。あと、勉強の前にちょっと眠るとか。その直後は本当に集中できるよ。寝る前にコーヒー一杯飲めば、ちょうど20分後ぐらいに目が覚めると思う。本当うん。ただ、 そのやり方で結局朝まで寝ちゃったっていう人もいるからな。やっぱり体操にしてそれはやめた方がいいね。うん。僕も心配。早速今日からやってみるよ。ありがとう。男の学生は今日から勉強する前に何をしますか 4番飲食店で店の人と男の人が話しています男の人は今いくら払いますかいらっしゃいませ6時から予約をしている松田ですが松田様ですね本日5名様お食事と飲み物でお一人様3000円コースのご予約ですねええ実は 急に一人来られなくなってしまって、今から一人分キャンセルできますかすみませんが、もうお料理を準備してしまっていますので、合計一万五千円の代金をいただくことになってしまいますが。そうですか。四名分の一万二千円にはならないんですね。申し訳ありません。当日だからしょうがないですね。今、全員分払ってもいいですかはい。 ありがとうございます。あの、今、コースをご予約いただいたお客様に、次から使える2000円の割引券をお渡ししておりますので、次にいらっしゃった時にお使いください。あ、どうも。男の人は、今、いくら払いますか 5番大学で事務所の人が留学生に国際交流会について話しています。留学生は当日何を持っていかなければなりませんかえー、皆さん、来週の土曜日は市民体育館で高校生との国際交流会が行われますね。グループに分かれて国の紹介をするので、 自分の国の写真を忘れずに。ないとイメージが伝わりにくいですからね。それから当日はお弁当を持っていくよう前に伝えましたが、予定が変わって高校生と一緒にカレーを作ることになったのでいりません。材料、エプロンなどは大学が用意します。それから最後に体を動かすゲームをするので、 体育館で履く運動靴を持参してください留学生は当日何を持っていかなければなりませんか 6番。女の人と男の人が花火大会について話しています。女の人はどこで花火を見ますか山田くん、来週海外から友達が来るから中川祭りの花火見に行きたいんだけど、山田くんのうち近くだよね。花火見るのにいい場所ある中川小学校のグラウンドは 広いから祭りの会場にもなってるんだよ。混むから座ってみたいなら席取るのにかなり早く行かなきゃなんないけどね。うちも家族でそこで見るんだ。空いてるとこがいいなら緑橋の上。駅からちょっと遠いけどよく見えるよ。山田くんの家からは見えないのそうなんだよ。ちょうど前にビルがあって。あ、せっかく海外から来るなら船で見たら 中川に船が出るんだよ。一人五千円ぐらいかかるけど。予約が必要だよね。ああ、もう予約取れないな。人気あるから。友達って何人一人。それなら、祭りの会場で一緒に見ようよ。二人分なら、家族の分と一緒に席取っとくから。本当じゃあ、遠慮なく。 女の人はどこで花火を見ますか問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番大学の事務所で事務所の人と学生が話しています。事務所の人はこの学生のことでどんなことを心配していますか 加藤さん、最近授業で遅刻や欠席することがあるみたいだけど、レポートも上田さんに出してもらったみたいだし。あ、はい。でも、レポートはしっかり自分で書きました。私の心配はレポートのことじゃなくてね。あ、はい。ちょっと忙しすぎるんじゃない上田さんからはアルバイトのせいだって聞いてるけど。ああ、はい。実はそうなんです。 先日の奨学金の試験落ちてしまったので。そう。でも体を壊したら大変だから無理しないように。わかりました。事務所の人はこの学生のことでどんなことを心配していますか 2>, 2番テレビでアナウンサーがある旅館について話しています。この旅館で外国からのお客さんが増えたのはどうしてだと言っていますか 今日本では海外からの観光客が増えています。外国語のパンフレットを置いている観光地も多いですよね。今日は外国の方に人気の赤い旅館に来ています。最近では外国の方が泊まりやすいよう、部屋を洋式にしてベッドを置くところがある一方、こちらでは去年すべての部屋を畳にしました。すると、 日本文化に興味を持つ外国の方が多くお客さんが増加しました今後は日本料理の教室も開かれるそうですこの旅館で外国からのお客さんが増えたのはどうしてだと言っていますか 3番ラジオで女の人が話しています。女の人は生ゴミの臭いを防ぐためにどうしていますか 料理の時や食事の残りで出る生ゴミ夏は匂いが気になりますね匂いを防ぐには生ごみをよく乾かす、凍らせる、調味料の酢をかけて匂いを消すなどの方法があります私は酢の酸っぱい匂いが苦手だし生ごみを食べ物と一緒に冷凍庫に入れるのはちょっとと思ってしまうので 新聞紙にに包んででベランダで乾かすすようにしています家に庭があれば庭に埋めてしまうっていうのが簡単だしリサイクルにもなっていいんですが私のようにアパートに住んでるとそれは無理ですからね女の人は生ゴミのにいを防ぐためにどうしていますか 4番。ラジオでアナウンサーと作家の男の人が話しています。男の人が最近山に登っている一番の目的は何ですか 皆さん、こんにちは。今日お話ししてくださるのは、作家の山本大介さんです。早速ですが、山本さん、休日はどのように過ごしていらっしゃるんですか最近は、よく息子と山に登りますね。山にええ。以前から一人で山にはよく登っていたんですよ。花を観察したりしながら、 一人で山道を歩いていると飽きなくて自然の中にいると小説のアイデアがどんどん湧いてきましてねなるほどでも半年ぐらい前に最後まで諦めないで山に登るという経験を繰り返すことが子供の教育にいいということを聞きましてねそれで息子を誘ってみたんです前から何か自信になるような経験を与えてやりたいと思っていたので 今でではは山に行く時はいつも一緒です私が山に登る目的は変わりましたがやっぱり山はいいなあと思いますうちに帰って山の話をしていると妻も入ってきてね以前より家族の会話も増えたような気がしますよ男の人が最近山に登っている 一番の目的は何ですか。五番。電話で夫と妻が話しています。二人は今日の晩ご飯をどうしますか。 もしもし、今日仕事早く終わるから、外で夕飯食べない近所に新しくできたレストラン、ピザが美味しいらしいって言ってただろ行ってみようよ。うん、ピザはいいんだけど、金曜日だし混んでるんじゃないそれに、今日はうちでゆっくりしたい気分。そっか。なんかピザが食べたくなっちゃったから、うちで一緒に作ろうよ。ピザって作るの難しくない 材料も買いに行かなきゃいけないし、めんどくさいから、どこかピザ屋に注文して配達してもらおうよ。わかった。じゃあ、注文しといてね。あ、ちょっと待って。確か、あの新しいレストラン、持ち帰りもできるはず。帰りに取りに寄ってくれるなら、私、注文しとくけど、どううーん、取りに行くのはいいんだけど、せっかく新しくできたレストランだし、それなら店で食べない まずはうちで食べてみて美味しかったら次食べに行こうようん分かった2人は今日の晩ご飯をどうしますか 6番会社で女の社員と課長が話しています。課長はどうして朝日電機のプリンターを買うことにしましたか 課長、営業部で新しく買うプリンターのことなんですが。うん。川田電機と朝日電機の製品にいいのが一台ずつありましたので、どちらか選んでください。うん。どっちも前のプリンターを置いてたとこに置けるサイズなんだよね。はい。どちらも大丈夫です。川田のは前のプリンターより小さいので、他の場所にも置けると思います。朝日の方は、 川田のより一回り大きいんですけど、綺麗に印刷できるのが特徴です。その代わり、インク代は少し高くなりそうですが。インク代が少しぐらい高くても、印刷が綺麗なのにしよう。朝日の方。あ、一度に入れておける紙の量はどうなのどちらも前のプリンターと同じぐらいです。じゃあ、あまりたくさんは入らないんだね。もっと入る方が実用的だと思ってたけど。

ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 一番。男の人と女の人が話しています。最近。マラソンを始めたんだって。うん。一か月くらい前から練習してる。へえ。やっぱり健康のため。確かに体にはいいと思うけど。本当は長く走るの苦手だったんだ。え。じゃあ、どうして。会社の先輩にマラソンが好きな人がいて。 一緒に大会に出ようって誘われて話を聞いていたらやってみてもいいかなって思ったんだそうなんだ大会来週なんだけどゆっくりでもゴールできたらいいな頑張ってね女の人は何について話していますか一マラソンの練習方法 2マラソンによる体の変化3マラソンを始めた理由4マラソン大会の結果 2番会社で男の人と女の人が話していますあの課長来週の会議のことでお話があるんですがああ山田さんどうしたの実は腕が痛くて昨日病院へ行ったんですが一応検査をすることになりましてええ。あのそれで検査の日が選べなくて来週の会議の日と重なってしまったんです 検査は1時に終わる予定なんですが、1時半からの会議にはちょっと。あ、そう。会議の最後の方でこの間の出張の報告をすることになっているんですが、それまでには間に合うと思います。わかりました。大丈夫だといいですね。もし検査に時間がかかって欠席することになりそうだったら連絡してください。 男の人が会議について言いたいことは何ですか ?1、1> 遅れて出席する 2>, 2、出席できない3、時間を変えてほしい4、進行の順番を変えてほしい 3番テレビで女の人が話しています皆さんは歩いている時に膝や腰に痛みを感じることはありませんか痛みの原因は年齢によるものもありますが歩き方を変えることで良くなることもあるんですよ普段自分がどのように歩いているか意識している人は少ないかもしれませんが 歩く姿勢に気をつけるだけで痛みが軽くなることがあります。自分に合った靴を選ぶことも大事ですが、普段の歩き方にも注意してみましょう。女の人は何について話していますか 1, ?1 美しく見える歩き方 2>, 2、靴の正しい選び方3、足の痛みと年齢の関係4、体の痛みと歩く姿勢の関係 問題4。問題4では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から、最も良いものを1つ選んでください。では,は、始めます。 一番、駐車場がとても混んでいます。車が止められるかどうかわかりません。係の人に何と言いますか一、1> 1あの、空いているとこありませんか二、あの、ここに車を置くことにしませんか三、あの、

これもらいたいんだけど。2> 2ねえ、ゲームやるんじゃないねえ、このゲームやってみたい。三番。コンビニの機械で コンサートのチケットを予約します。使い方がわかりません。店員に何と言いますか 1, ?1 どうやって予約するのか教えましょうか。2, 2予約はどうすればいいんですか ?3 チケットを予約したらどうでしょうか 4番昨日授業を休んだので友達のノートをコピーしたいです。何と言いますか 1, ?1 悪いんだけど昨日のノートコピーさせて 2, 2あの実はノートコピーするんだって3ねえこのノート コピーしたかったらいいよ問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてください それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番はい昼ご飯できたよ冷めないうちに食べて 1, 1わあ、本当に冷たそう。2, 2じゃあ、早速いただくね。3ええー、まだ食べちゃダメ 2>, ?2 番山田くん遅いね。 電話しほうがいいんじゃないうんそうしようか。2> 2それはよくなかったね。三。早く来た方がいいよ。三番。 森田さん、風はどうですか調子は戻りましたか ?1、1> もう戻ることにしました。2>, 2、元気になるといいですね。3、おかげさまで、もうすっかり。 4番、服を買いに行きたいんだけど、今日一緒に行ってくれない ?1、1> 今あまり欲しくないな。2>, 2、明日なら暇なんだけど。3、一緒に行ってもらったらどう 5番、佐藤さん、昨日の会議の報告書き終わった 1>, ?1、報告やっと完成したんですか ?2、2> あ、できたので見ていただけますか ?3、会議ならもう終わったみたいですよ。 6番先輩、田中さんに会いたいんですが、連絡先をご存知ですか 1, ?1 いつ連絡取ったの ?2, 2メールアドレスでいい ?3 会って聞いてみたら 7番、失礼ですが、こちらのお店の方でいらっしゃいますか ?1、い,いえ、違いますけど。二、それはわかりません。三、私はよく来ています。 8番田中さん、部長にあんなこと言って部長が怒るのも当たり前だよ。1、1> つい、これから気をつけます。2>, 2、確かに私も意外でした。3、部長は怒ってないんですか 9番。あと1時間でパーティー始まるから、もう料理並べとこうか。1。1> え、もう並べてあるの 2>, ?2。え、始まってからだと遅いよ。3。え、ちょっと早くない